最初はグーじゃんけんほい。高校か、でも高校で 逆転弱立つと結構つらいね。やっぱね、あんま慣れてないんだけど、カオス。でもハンド強いわ。私もハンドが、ハンド強い宣言来ました。ピッチャージャンドロうざいっしょ。おーなのかな。強ハンド宣言来たよ。おーなんかわかんないな。そっか、高校の方がワンドローあるからな。そこは違うな。ライフ1使って、うん、サーリン。なるほど。ディメンションイコール。なるほど。ソウル入れて、ジャック。なるほど。入ったのでワンドロー。ワンドローだな。いいスタートは強くねえか。あとフォトンレンサー入りましたよ。うん、ダークフェイス2点。2点蹴った。アタックした時にディメンション、スクード入れます。スクードして、チャージャーのドローか。はい、エンドです。ドロー。移動持ってますよ。これはですね、これはこうなんじゃないかな。チャージャードローを、レインボーコール。で、こいつコール。魔法を持ってくる。まあ、手札捨てないといけないんだ。手札捨てて魔法を持ってくる。まあ、これは未来信じてこれ捨てようかな。捨ててよかったのか、すごい悩ましいところなんだけど。で、俺はやっぱ所定は事故が怖いから、カオスギア、ね、あ、違う。アンフリージングで。で、そのまま使えます。ライフ1払い、3枚見ますよ。3枚見て好きなカードを選びますよ。入れて。カードを手札に加える。つらい。これかな。残り下、残り下、しょうがねえな、これ。でもこうだね。投了した時、お互い2枚ドロップし、モンスターの2枚、モンスター2枚ですね、合計モンスター2チャージ。ああ、こっち0だった。ディメンション E、ディメンション E で、こいつ出してからのカオスギア4ドローします。すげえ。今手札何枚ですか。うん、ちょうどゼロだった。うん、あ、そっか。あ、いいんだね。いいんです。4ドローで。強っ。でもさ、今この盤面でこれが逆転だったらここで逆転するよね。うん。この4ドロー止めたら超強くね。そう強い。いや、それがガービランカですかね。で、1枚捨てますと。1枚捨てるカードは、どうしようかな。まあまあまあ。これでしょう。はい。で、そうだな。どうしようかな。で、変身しましょう、変身。ゲージ1で。はい。からの、これ出しますと。変身したら確か破壊するんでしたっけ。あ、そう、変形した時、モンスター破壊だね。変身した時、相手のモンスター1枚破壊。じゃあ、いい破壊。強くない。で、これ。ドロップに家が3枚揃った。本当だ。スリーカード。で、5枚見て、侵食コードかアップグレードしかないな。侵食コード残りはドロップ、はい、ちょっと待って、今1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 はい、10枚以上あります。アップグレード、嘘だろ、強くね。あ、これじゃないな、こうだね。で、ギアゴッドを含むカード手札だと思います。うっそ、強くない。うっそ、キモくない。キモいから流行ってんだよ。初期ゲージだ。キモいから流行ってんだよ。初期ゲージいっちゃってる。あ、レインボー、うん、多分ドロップに落ちたな。しょうがない、これやろう。おお。やってチャージ&ドローしますね。私だったら違うんですけど、ダメだ。サダフェイズ、もうそうだね、これ以上動けない。これ出した方がいいな。これ出す。ゲージ3払って。デスタリカ。カオスデスタリカ。バカです。あ、でもそっか、カオスデロインできるやついないな。ちょっと待って。今ね、やめてここでいい？どうぞ、うん。ここに出した方がいいな。ドレイン。カオスドレインしないんであれば、こいつをセンターに立てないと意味がないよね。ああ。うん。すいません。じゃあこれでアタックサイズかな。はい。はい。じゃあこいつら打撃がこいつの効果で上がってますと。3点入った、ベリアンですけれど、なるほど。
三点ファイター。ユージチ。ボッキング。あ、でもイーがいないからワンドローがないんだ。そう。じゃあまあ三点。二点。見てます。いや、ここジャック崩すな。え、七千です。あ、何千になってる、はい、守備上がってんのか、守備上がってますね。あ、じゃあここでこう、はい、で連携でジャック、はい、エンドワンデッドローで、これデスタリカは戻せば残るから、確か何枚戻せないな、3枚を戻せばチャージアンドドローよ、ビッチコッド、ここでジャック崩されたのは結構きつかった。ちなみにあのサイズ1万はどこにいるんだ、ここにいるんだな2枚あるんですか、うん、いや1枚しか入れてないんだけど、ね、初期ゲージだったから、やばい、これ終わった、終わった可能性が高かった、ガービランカー、うん、やっぱ今ジャック崩したの正解でしょ、ほんとこうしかできねー、まだクイズ、せめてセンター固めるとか、あ、でもそしたらチャードルないのか、それはそれできついもん、いや、センター固めます、固める、はい、いや、むしろチャードルできませんし、ネオドラゴンに入れるんで、ああ、そうか、できないんだ、で、ここつつくとチャージャーのドローしますよっていう練習の効果はい、これ2000届かない、届かないよ、どこにも届かない、サイズ3おかしいよ、買っちゃったね、ドロー、チャージャードドローを、うん、で、じゃあアンフリージング、うーん、1、2、まあ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 、でこれを手札加えて、でレインボー、いやー、まあ、これも積極的にこれもやっちゃうんじゃない、登場した時、はい、このモンスター選び、君のデッキは3枚ドロップする、はい、その中に3G がいるなら破壊し、うん、いるよな、まあいるよね、絶対いるよな、3枚やったら1枚引けたんだけど、まあそれはないです、絶対いるよな、うん、はい、アタックフェイズ、じゃあ3点、え、あ、それ、え、ずっと、うん、こいつがいる限りセンターのモンスターは全て打撃、ずっと、うん、受けますそうそうそう、そんな感じなの、3点受けます、すごいな、2回攻撃あるし、3点出すと、あ、これ2回攻撃か、はい、うん、で、3点、あ、で、それをキャスト、で、3点、ありがとうございました、無理じゃん無理だ、うわ、適当に回しても強い、なんだこれ、キモ、キモいからやってんだよ、キモ、はい、最初グーじゃんけん、はい、しょ、安定の高校だな、安定の高校、安定しないでほしいうわ、うわ、クソってるな、チャージアンドドロー、おお、いい、ドラグアムズファクトリー、うん、J アースで戻してます、うん、で、2だろう、うん、おお、ちょっと、うん、ちょっと以上に強い、うそ、ちょっと以上に強い、やめてください、ゲージ1、ライフ1、うん、スターリング。なるほど。ディメンションイーコール。ああ、強い。それは強い。で、タダ出しコール。なるほど。まあ、強い。で、効果でワンドロー。ただ、できれば逆転ジャックに乗って構えたいところなんだけどね。そこなんですよね。アタックフェイス。はい。2点ですよね、受けた、アタックした時にガービランカーを入れます、なるほど、それは強いな、うん、お、ディメンション E に入れます、入れる、はい、なるほど、エンドです、やばいな、ドロー魔法止められたらやばいな、ドロー別にこれそれまずいな、どっちもいいとかじゃないますからね、うん、チャージアンドドロー、ちなみにこっちは貫通と移動を持ってます、はいまあこうだろうな、うん、5枚見て染色コードかアップグレードを手札に、あ、何もないないえ、でも、でも5枚ドロップとかあるんですから、5枚ドロップしたっていう、そういう効果ですそういう効果です、いや、そんな違う、弱いよ、それまでだから別にゼロでもいいんですよね、あってもコールして、コールして、潰して、潰すか、潰すっていうのもあるな、潰そうかな、デスタルか、3ゲージ払って、でレインボー効果でチャージ&ドロー、初
しますよ。はい、あー俺タッピだったかな。今めくれなかったのが今10だけどさ、あ今9です、ね、やっちゃったな。まあでもデスタリカが守ってくれるだろう。アタックフェイズ、はい、ディメンション E を潰したいな。ダン、じゃあダンで、ダンゲージ1、うん、ダンドッキング何回転ってんだけどね。でドローでしょ。あドローです、うんうん、でもガーベルアンカーは嫌だ。あー、うん、嘘、やられるなら、あなるほどなるほど。で、ワンドローで、これをこっちにする。こっちです。あどうしよう、壁なんか残した方が強いんじゃない、わかんないけど、こっちですかね。で、ワンドローするんだっけ。はい、しました。エンドスタンドドロー、やっちゃったかな、これ。いや、デスタリカ立つの早いんだよ。お、強いガービランカ強いクロスナイスで、ワンドローか。いや、はい、ワンドローですね。また入れてる方でしょ。あ、うん、仕方がないな。スタービリーバー、こっちのガービランカーを外します、うんうん、で、プラス1とワンドロー、ツードローか、うん、強っ、うん、で、またガービランカー、うわ、強っ、キモ、クロスナイス、アタックフェイス、うん、じゃあ5000でアタックしたときに、うん、ディボルシュンじゃない、この J アーセナルを入れます。じゃあ移動貫通入れます。移動貫通、そう貫通、あこいつが入れた、ね、こいつが入れます。でこいつの効果、バックから離れるときドロップのゾーンのモンスターを合計3枚、モンスターなんですよね、モンスター、はい、1,2,3 枚をデッキの下に置いて場に残す。はい、じゃあ6000パンチで3点貫通です。まあ貫通しょうがない。あら、むず、あれか。ただ3枚、くそ、まあ、これだな、3枚やって残すよ。はい。はい、あもう残せなくなったよ。4000。あこの間ね作ってもらったやつ。じゃあサクリファイスして。じゃあそのサクリファイスを止める。はい、止めます。はい、じゃあプッシュ、プッシュ、ファイナルフェイズ、終わった。あれ5だっけ。5だよ、こっちは。あ5なんだ。いや、やっぱ初手事故用だね。ライフ5、つまり、本当事故んないカードをガン積みして初期手札で事故んなければ、多分カオスはそれ5じゃなくてもこっちがあるよ。あ、そっちで貫くプランもあったと。貫くプランもあった。ちなみに過去2枚で。うん。ってことはさ、やっぱ初期ハンドハンデスするギミック、コクリとかにありそうじゃない？なんか、ダークネスとかに。それが強いんじゃない？チャンネル登録、Twitter のフォロー、よろしくお願いします。あなたが罪